みやこ、マネちゃんにね、注意されたんだよね。なんかバンには気をつけてくださいねって。バンされたくないんですけど、みやこ、バンされた者たち、これ、バンされた者たち、なんもない。なんもない。ぶっ殺すとか言うな、お前ら。なうん、入ってこようとしてない。こんにちは。ビビッと、あ、気づかれる、さすがに。やばいふぶさんもよう見たの。ふぶさんごめんよ。僕がもたもたしてるから。あ、こっちか。みこさん、エアでもたもたしてもええやで。みこさん頑張って逃げてくれ。みこさんが今襲われている。あ、ガス噴射されてる。みこさん、こっちか。みこさん、ブー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 。ちなみにこのチュートリアルなんですけども、 ESC キーを押すことによりチュートリアルをスキップすることができるんですよ。でもやはりね、ミコさんにはやはり最初からちょっと地獄を味わってもらおうということで、一切何もお伝えせずにチュートリアル終わったら合流できるよという情報しか与えてないです。バレてなさそう。ねえ、こんにちは。人多すぎだろ。机に座るとですね、なんと腕相撲ができるんですよ。え、あ、やりましょう。そうなんです。腕相撲はですね、タイミングゲーとなってまして、嘘。これゲージが出てきてさ、白いところに合わせてクリック、赤いところに合わせてタイミングよくクリックしてください。あ、くそ。あ、いけた。あ、そう強い。白いとこもタイミングで。あれ、あいあいあい、強すぎだろ。強すぎだろ、ふぶさん。こういうこともできるということでね。あ、ふぶさん、ちなみに始める前に、はい、注意しなきゃいけないことありますか？そうですね、このゲームですね、この配信用のバン氏に来ようとする、バン男がいらっしゃるんですよね。あ、バンオですね。バンオですね。バンオがいるので、はい、頑張って、こう、視界から、こう、避けていただいて。バンオには気をつけろ。え、特徴的には、ね、なんかどんな感じなんですか？特徴は。特徴はですね、大男なんですよ。身長の高い全裸の男なんですよ。わかります。全裸の、身長なんです。高い、全裸の男は絶対に画面から外すと。近くに行っても上を見るとか、もう床を見るとか。もう絶対目を合わせちゃいけないんだろ。そう、合わせちゃいけないところがありますので。あ、わかった。はい。わかりました。上ですね。そう、上とか、もう完全に視界を揃っていきましょう。あ、ミコさん、それまずいです。ミコさん、それ、ちょっとが、見ないよ。あ、お尻が。何が起こってるんですか？でもその警察の人に気をつけてください。ミコさん、その人とんでもないことをド M です、その人。怖いよさっきみこさん、多分警察の人がですね出てきたと思うんですけど、はい、ポリスメンがなんかビリビリ棒を持ってましたよね。持ってましたとんでもないことしてたんですよ。そんなマニアックなことするんですね。恐ろしい。
いろんな意味で怖いっす、これ。怖いです。どこに合わせれば、これ、光ってとこかな。そうそう、光ってるところ。緑のところかな。下手くそ。あ、下手くそだ。下手くそ。怖くてるじゃないですか。ミコさん、ミコさん、なんか狂ってる。ミコさんが狂ってる、なんか。なんかいる、ミコさん、なんかいるよ。後ろに。なんもいない、ミコさん。これも幻覚です、ミコさん。ミコさん、幻覚です、どこに。ミコさん、これ、ミコさん、幻覚。
使いますよ。おい、しこりなんやだけすよ。おい、バンデットだー。バンデットだ、優先陣すぎたー。多分バンデットだな、うちの。いや、今裸っぽい感じでしたよ。うわミコさんのチャンネルも漏れました。ありがとうございます。